はい、どうも皆さんこんばんはということで、今日も頑張って動画の方やっていこうかなと思うんですけども、今回はですね、うちの袋ももんがのモーニングルーティーンをやっていこうかなと思います。それではやっていきましょう。まあ夜行性の生き物なので、僕のナイトルーティーンの中に含まれているモーニングルーティーンですね。まあわかんないよまあよくわかんないんですけども、うちの子はね、夜になっても部屋の電気がついてるとずっとこのハンモックの中でおとなしくしてるんですよ。ただ電気がついた瞬間からすぐに活動し始めるんですよね。なのでその様子を皆さんにちょっと楽しんで、電気消えましたね、楽しんでいただこうかなと思います。それではどうぞ。はい、一応撮影のために小さな、電気をつけてます。これがないと真っ暗なんで撮影ができないのでね。はい、ということで、本来の、明るさはこれかな。で、編集でこのぐらいまでなんとか明るさを上げてるっていう感じです。さあ早速行動し始めましたね。あのね、これでも遅いぐらいなんですよ。僕が、携帯用のライトで撮影のために、明るくしてるので、それをちょっと警戒してね、最初は出てこなかったんですけど、いつもだったら暗くなった瞬間出てくるんですよいや賢いっすよね。フクロモモンガの目ってね、暗闇にもすごい対応していて、暗闇の中でも、物が見える風に、なってるらしいんですよね。そうだから非常に賢いですよね。僕が真っ暗で見えない中でもこの子にとってはもうスイスイ見えるような目なんでしょうね。羨ましいよねそう、前に視聴者さんに、フクロモモンガの目が宝石の、あ、これライトね、ライトにほら興味津々っていうか、なんだろうあれみたいな感じで見に来てましたね。さあ人参を取りましたね。これも本当だったらライトがなかったらその場で食べ始めるんですよ。非常に賢いですよね。まあ、だからミミコは朝起きてすぐに朝ごはんを食べる派ですねまあね、歯磨きとか顔洗ったりとかないですからね。いやー、でも人参を大事そうに持って美味しそうに食べてますね。野菜の中でもね、人参はよく食べてくれますね。やっぱり甘いから、人参とかさつまいもとかかぼちゃとかはうちの子はすごい好きですね。明るく、そう明るくしたんですよ。明るくしてみたらちょっとなんか戸惑いながらも、ご飯を食べてくれてますね。はい、ということで本日はうちのフクロモモンガのモーニングルーティーンを皆さんにお届けしました。まあ、これが僕のナイトルーティンでもあるんですけどねはい、ということで本日も最後まで本当にご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ、ありがとうございました。